こんばんは、ゆかりです。普段は鉄道模型をやっていますが、今日は趣を変えて、リアルな列車に会いに行きます。まずは、1本目の列車から今では珍しくなったものです。JR 西日本115系電車。単色化によって、黄色になってしまっていますが、紛れもなく国鉄115系電車です。感じの爆音です。そして、着きました。兵庫駅です。ここからは田岬線に乗ります。神戸線のホームからは階段を降りて、専用の改札口を通ると、ホームに行きます。その時に切符は回収されてしまうようです。ホームから上を見上げると、神戸線の列車が見えます。ちょうど、快速列車が兵庫駅を出発していきました。列車が来るまで待っている間も、楽しめそうです。駅で待ってる間に写真をいただきました。都会の駅って感じで夜景が綺麗です。和田岬線に列車がやってきました。和田岬線専用の 103KR1 編成、スカイブルー6両編成です。あまり見る時間がなさそうだったので、早速乗り込みます。この音が懐かしいですね。なりましたね。
和田岬駅に到着しました。終点の駅なので進入はゆっくりです。和田岬線は、距離 2.9 キロの短い路線なので、5分ほどで終点に着いてしまいました。切符は兵庫駅で回収されてしまっているので、どうやらここは無人駅のようです。103系がすごく懐かしいです。5年ほど前なら、西日本に結構な数が残っていたのですが、一気に数が減りましたね。天井の扇風機が懐かしいです。エアコンと一緒に回すと、結構涼しかったです。au75 型、集中冷房。この103系は黒サッシになるようですね。リニューアルがされていますが、原型が結構残っています。奈良線に残っているのも、これに近かったと思います。妻面窓が埋められている車両と、埋められていない車両があるようです。今風の硬い椅子ではなく、ふかふかで乗り心地がいいです。乗務員さんに聞いて、兵庫駅で切符を購入すればいいようでしたので、兵庫駅まで戻ってきました。めちゃくちゃ懐かしくて、ちょっとだけでしたが、楽しかったです。また、会いに来たいですね。神戸駅に来ました。夜の景色がいいです。せっかくここまで来たので、もう一本、乗っていくことにしました。H.O.T.7000 型、スーパーハット。大出力のディーゼルカーといった感じで、力強いですね。前から乗ってみたかったので、すごく嬉しいです。道が少しあったので、姫路駅の名物の駅そばというのをいただきました。立ち食いの中華そばですが、ちょっとした待ち時間に、手早くご飯をいただくのにはいいですね。いかがだったでしょうか？今回は、検査がない限り、
毎日103系に、会える路線、和田岬線に行ってきました。数を減らし、貴重になった103系に久しぶりに会えて、ちょっと無理して出てきた甲斐がありました。おととい、振動、乗り心地、体に染み渡ります。この車両は、乗務員の訓練車になっているようで、しばらくは残りそうですが、それもいつまで残るかわからないので、早く会いに行くのがいいでしょうね。特に人が増えると大変ですし、たまには外にリアル電車に乗りに行くのもいいと思いました。鉄道模型、電車をメインに動画をアップしております。よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。